はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。大丈夫ですか皆さん、なんかやり残したとかないですか？僕にはあります。結構な数やり残したことあるんだけど、今回はそのうちの一つ。これ仮面ライダーファイズのコスプレ衣装ガワコスってやつ、僕だいぶ前から作ってるんですけど、今回はそのコスプレ衣装の制作工程の紹介と、実際に一通り衣装を着てみてのお披露目をしようと思います。衣装の制作過程はね、このスマートフォンの方で撮ったり撮ってなかったりしてるんで、一応その辺の撮った写真なんかを見ながら説明していきます。まずはボディアーマー、写真が2017年から始まってますね。まずボディの型紙を作ろうってなった時に、だいぶ古い自分が着ていたサイズの服からね、最初型紙を取り出そうとして、こんな風に服の形に沿って画用紙に線を入れて、それを切り出して組み立てて、とりあえず着てみました。でとりあえずベースができたんで、こっから色々形を作り込んでいきます。まずはこれ前後の部分ですね、片側ずつ大まかなボディの型紙を、これなんだっけ、ジョイントマットって言ったっけな、床に敷くやつですね、あれに型紙を転写して、これを切り出して、ジョイントマットの方で改めてボディのベースを作りました。でまたここにさらにスーツの造形ね、フォトンストリームだったりフルメタルラングだったりを書いていきます。でそれに合わせて、これは多分フルメタルラングかな、胸の立体的な装甲部分、これを3つのパーツに切り出して、これ使ってるのはコスプレボードのハードタイプのやつですね。ハードタイプよく見るとわかるんだけど、1枚じゃなくて3層に重ねてあるんですよ。1枚切り出したものを重ねることによって立体感を出していくという。でこれのちょっと上の方に失敗作が載ってるんですよね。これ最初こうパーツを重ねるんじゃなくて立体を組み立てようとしていたんですけど、それはどうもなんか無理だなって、技術的に無理だなってのが分かったんで、こう重ねる方法にしました。でこれ重ねて立体的にはなったんですけど、これガイドラインの線を入れて、この形にあの面の部分を斜めに切るっていう作業をしました。これをすることによって、面の部分が垂直じゃなくてちょっと斜めった状態でより立体感を出しましたね。これ2つ比べるとよく分かる、左のが斜めに切ってないやつで、右のがもう切ったやつ、これ一目瞭然だね。見比べると、よくこの写真撮っといた、偉いぞ俺、わかりやすいの用意してくれてるわ。でこれが胸の装甲全体を同じ工程で作ったものです。ジョイントマットで作ったボディのベースの方に貼り付けています。ちなみにこれは返り血ですね。でお次がこれね、これ何かっていうと、一個前に戻って、ボディのベース部分のこの肩のあたり、あこっちの方が分かりやすい、ボディの前後をどうやって接続してるかっていうと、これですね、磁石でくっつけています。この磁石がなんか普通の磁石ではなくて、Amazon で見つけたんだったかな、最初から磁石の中心部分にネジを差し込むような穴が開いていて、その穴にネジを入れて、でこの写真だとちょっと見えないけど、中心部分が空洞になった長いなんか針金みたいな棒の方にネジで磁石をくっつけて、それでボディの前後を接続しています。で次、あーこれね、もう全体がなんかグレーな感じになってますけど、これ最初に作ったボディのベース、あれだとちょっとなんか頑丈さがなかったんで、ベースの上からさらにコスプレボードのハードタイプを同じ形に切り出して、こうやって貼り付けることでより強度を増してるという感じです。であと首周りだったり、胴体の正中線部分だったり、お腹のあたり、このあたりがコスプレボードの厚さが3ミリのやつだったかな、3ミリの薄さのやつを使ってフォトンストリームを作っています。でお次がこれ、あーこれね、これまた大丈夫か、この時の俺指怪我しちゃってる。今度はボディの脇腹の接続、こっちもこっちで磁石を仕込むことによって前後を接続しています。で試しに着てみました。これ色突っ込みどころ多いな。おい、岸辺露伴のバンダナつけてるし、よく見たらファイズショットで写真撮ってるし、あと多分これ下に着てるシャツは永谷園のお茶漬けのやつだな。まあとりあえず試しにこんな風に着ては見たんですけど、どうもね、これ本物と見比べてみると胴体が長い、縦に長かったんで、もうちょっと短くしようっていうね、修正を加えるんですよ。で、あこれね、修正の影響でフルメタルラングはこの長さも合わなくなっちゃったんで、上下を切り離してくっつけることでパーツを短くしました。ね、うわ飛んだ、うい飛んだ、嘘全然撮ってないじゃん、ここからやっぱほとんどできてる。この間全然写真撮ってなかったんだな。作業夢中になっちゃうとしょうがないからね。これがそうですね、フルメタルラングの長さの調節をしたやつ、背中の立体的なところも作って一通りパーツが揃っちゃいました。この間の説明すっ飛ばしすぎだね。あこれ布貼りね、これはね、前のページで言うところのこれ、ボディの後ろの腰のあたりについてるやつですね。このパーツにシルバーの合皮、これなんて言ったっけな、ラリッサじゃないし、ちょっと字幕で載せときますわ。とりあえずパーツの方に合皮を貼っています。合皮の貼り方のお話は多分こっちのマスクの方で知ってるんで、詳しくはそっちを見てください。で次がね、これね、パーツをつけて、横の赤いラインの部分も同じように布を貼っています。さっきの背中の立体的なやつも完全に貼り付けてますね。で次が、うおクリスマスカラー、一通り布を貼ったんですけど、ファイズのボディ部分って真っ黒なんですよね。真っ黒でなおかつ艶消しのブラック、本当は艶消しブラック
ラックの布を貼れれば一番良かったんですけど、そういうのが売ってなかったんですよね。だからとりあえず持ってた昔買ってね、それこそさっき写っていた岸辺露伴のおでこのあのバンダナ部分、あれを作るために買った布が余っていたんで、ブラックの部分に一通り貼り付けました。でこれで、あーこれ前面部分ね、前面のフルメタルラングの方も付けましたよと。でこれお腹の部分の溝がついてるこれ、これはね、あのなんか別に僕が作った部分じゃなくて、なんかホームセンターとかに売ってる滑り止めシート、滑り止めシートがなんか波線状にうまいことモールドが入っていたんで、それをこの形にカットして貼り付けています。で次が、あーこれね、さっきのグリーンの布を貼ったところにスプレー缶の方でブラックに塗装しています。こういう風に塗装するつもりだったから全然グリーンで良かったんですよ。まあちょっとうまくいってるかどうかって言ったらね、あれな部分はあるけど、一応艶消しブラックになったからまあよし。でお次がこれ、あ、いろんなパーツね、フルメタルラングだったり赤いラインのフォトンストリーム、ブラッドどっちだっけ忘れちまった、いろんな部分に布を貼っています。でん？あ、これでこれで終わりか。あとは完成品がこちらですっていう感じかな。そんなわけで出来上がったのがこちらです。あ、肩アーマーついてるな。まあまた後で説明するんだけど、ちょっと肩アーマーもついています。これが実際に作ったスーツのボディ部分。まあ接続方法だとかギミックは後で説明するとして、次の工程見ていきましょう。次がファイズ制作過程。あ、もうなんかトータルでみたいな。まず1枚目これが、もうすでにすいません、形ができちゃっている。まあ膝アーマーの方なんかうまいこと、まあこれもコスプレボードのハードタイプだね。ハードタイプで形作って、で布を貼ったやつにラインの部分を貼り付けます。まあ、これで膝アーマー完成っちゃ完成なんだけど、あーやっぱそうだそうだそうだ、思い出した。左が一番最初に作ったやつで、右が2回目。でかさだったり形が気に入らなかったから改めて作り直したら、なんか結構丸みを帯びたいい感じにできてます。で、あーもう手袋映っちゃった。できた膝アーマー見よう。これが完成した膝アーマー。裏の方にはこれデカめのマジックテープがついていて、マジックテープで全身タイツにペタッとくっつけるようにしています。言うことはこんぐらいしかない。さあ次の工程は手袋部分ですね。市販の手袋の方にファイズの指先ってシルバーになってるんで、そのシルバーをくっつけるために、まずこれガムテープで覆うことで指キャップ的なものの型紙を作っています。中心部分はくっつけた状態で、同じ形で合皮の方をかたどって、で線の外側結構余らせています。これなんでかっていうと、この辺の余らせた部分でパーツ同士をくっつけるためですね。と、あ、これ最初裏返しの状態で接着面にボンドつけて、接着する側ののりしろ的な部分を切る。でこれで貼り付けて、でひっくり返して指先のキャップみたいなものを作りました。これが両手なんで10個作りましたね。そして次がこれ、あーたくさん矢印ね。これ矢印何かっていうと、グローブについているラインの部分です。ただこれね、後で見てみたら、ここ別に矢印じゃなくて、どっちかっていうとなんかひし形に近い形だったんですよ。だからここ含めて手袋は特に作り直したいんですよね。なんか天井に貼ってあるけど、とりあえず完成したのがこれです。これですね。これ形はできてるっちゃできてるんだけど、なんか指先の方がね、なんかの塗装の色移りしちゃったのかな、ちょっと黒くなっちゃったんですよね。だからそれ含めてこれはもうまるっきり作り直したいぐらいなもんです。とりあえず手袋の方もできて、次がこれは肩アーマーの部分だね。ガムテープ貼っついてる下にあるこれ何かっていうと、本来このマスクの方で使おうとしていたヘルメットを切り出したものですね。結局使うことはなかった部分なんだけど、肩アーマーの形を作り出すために使ってます。結構役に立ってる。切り出してお椀を真っ二つにしたようなやつがこれ肩アーマーね。ベースの部分ができたんで、装飾部分、まずは硬い紙に切り出して、これまたコスプレーボードのこれも3ミリ厚のやつだったかな、3ミリのやつにさらに切り出して、中心部分にこれ彫刻刀で穴を開けています、縦長に。で一通りパーツの形が切り出せたんで、肩アーマーの方にくっつけて、で肩に布を貼りました。こん時はね、多分ボディより先にこの肩アーマー作ったんですよね。順番ちょっとおかしいような気もするけど、そうだから普通のなんか黒い布を貼っちゃってるんですよ。で黒の上から丁寧に黒の艶消しのスプレー塗っています。これは全くの無意味でしたね。あと使ってる布も性質上結構固めなやつだったから、肩アーマーもなかなか作り直したい部分。あ、もう完成しましたね。これ右と左でクオリティの差がすごい。左が一番最初に作った方で、右が次に作ったやつで、完成したこちらの肩アーマーの方ですけど、これどうやってボディについてるかっていうと、よいしょ、こちらもマジックテープの方でついています。あとこの肩アーマーの形を保持するために、まあこれボディの方にも使ってるんですけど、なんかワイヤー的なのを使って形を保持しています。肩にくっつける時もマジックテープなんですごく簡単。よし、
で次がスネアーマーですね。すいません、ちょっとすね毛が見えていて、足の方に新聞紙を直接巻いて型紙を作っています。新聞紙とガムテープでぐるぐる巻きにしたものがこちら。腕のアーマーの方も同じやり方で作っています。でこれが地味に大変だった。ファイズの手足の黒い部分って結構なんか細かいモールドみたいなのが入ってるんですよ。でそれを再現するためになんか段ボールでうまいこと曲線のガイドみたいなのを作って、ボールペンでこう無理やりギューってやることで線をつけるっていう、かなかアホなやり方をしています。この後もうちょっといいやり方思いつくんだけど、思いつくというか知るんだけど、まあそれでも腕アーマーの方がなんとなくできましたよ。ちゃんとモールド入ってるからね。ベースの部分に加えて手首だったり肘の近くの部分も作っています。で今回めんどくさがって布を貼らずに、もうコスプレボードのハードタイプに直接黒いスプレーを塗っています。これもあんまり良くなかった。最初はおいい感じに塗れたと思ったんですけど、しばらく経ってなんかどっかに擦ったりするとなんか塗装が剥げるというか変な跡がついちゃうんですよね。これは完全に失敗で、次がこれね。ただ後になってこのマジックテープもあんま使わない方法なんですよね。そう、結局これにしたんですよ。ファスナー、100均で買ったファスナーをアーム部分の裏から貼っつけました。こっちの方が圧倒的に着脱がしやすい。そんでできた腕がこれですね。こっちがもうスティッキーフィンガーズ。装着するにはジッパーを一番下まで下げて、手を直接グッと入れて、でジッパーを閉じれば、はい、オッケー。対してこっちはマジックテープ。よいしょ、外しづらい。おいしょっと。これで結構広がってくっつけやすいはくっつけやすいんですけど、こううまいことなんか形をねギュッと合わせて寄せないといけないもんだから、片手でやるにしても結構手間がかかっちゃう方法。とりあえず腕アーマーがこちらです。さあ続いて靴ですね。ホームセンターだかで買ってきた紳士靴、これで1000円するかしないかぐらいだったかな。結構激安の靴。黒い靴の余分な部分を切って、つま先だったりかかとのところに装飾のパーツをつけます。つま先部分は結構立体的なんですよね。これですね、上の部分と横を貼っつけたやつ、それを市販の靴にボンドで貼っつけて、結構ねエッジが立っていたんで角を丸くするためにこれ紙ヤスリでかなり削って丸くしました。で次ね、こちらもボディと同じでつま先部分にグリーンの布を貼ってスプレーで塗装しました。であと他のパーツの部分も作って完成したのがこれ。実物がこれです。左右逆だ。これですね、うん、ちょっと2つ見比べるとなかなかこの辺がアンバランスだけど、とりあえず靴はできたんだけど、さすがにね足の裏までは再現できませんでした。とりあえず靴の方もできて、次が、これ首の部分ですね。ファイズってあの首の方にもフォトンストリームが走っているんですけど、僕が買ったあのボディースーツの方全身タイツだったんですけど、首の部分がなかったのと、あったとしてもそのタイツの方にねストリーム部分作っても多分よれちゃうからと思って、直接首に巻くタイプの装備を作りました。あと喉元の方には横線のモールド入りです。はい、こちらも同じようにグリーンの布を貼って、赤い部分はちゃんと赤い合皮。そんで、ないね写真。塗装して完成したのがこれです。首の部分、これね首のところ輪っこになっていて頭からこう被れないんですけど、そこはちゃんと考えていて、これが前から見た状態で、首の後ろの方にもラインが1本あるんですけど、これがねもうよいしょ、もうまるっと1本これ外せるようになっています。まあ別に完全に外す意味はないんだけど、これでマジックテープでついてるんで首に巻いて、これで後ろから留めれば、はい、首だけがファイズっぽくなりました。見た目はいいかもしんないけど、これ可動が結構制限されちゃうんだよね。まあとりあえず見た目優先って感じで、でお次がこれ足首の部分ですね。足首部分は結構これ先端の部分ね、この部分曲げたりするんで、多分コスプレボードのハードタイプ使うと動きが制限されちゃうんですよね、硬くて。なので柔らかめのジョイントマットを使いました。これを切り出して、これ足首の部分ね、そうそう忘れていた。足首というか、まあ、スネパーツ、スネの走行部分にかぶせても、なんかいつの間にかこれ形できちゃってるけどね、写真撮ってなかったんだろうな。で、これも足の方の説明に映ってるね。ファイズって両足が同じデザインじゃなくて、右足の方にファイズポインターを装着する部分があるんですけど、それさすがに作るの難しかったというか、めんどくさかったというか、ちょっと楽しようかなと思って、CSM の方の付属品でついてきたやつを流用しています。まあ今とりあえずこれ仮で巻いてるんだけど、でこれ足アーマーのモールド、さっき腕の方はボールペンをガーってやって跡をつけていましたけど、今回はやり方が違う。これ見てわかるかな、カッターでこう斜めの線を両側から入れることでモールドを作っています。斜めにするとこう V 字型の溝ができるんですよ。それを利用してモールドを作ってるんですけど、斜めに浅く切っていくっていう作業をこの本数の分やるんですよ。白いラインの分だけ全部切り出したら端材みたいなのがこんな風になりますよね。いやー、これはほんと作業的にしんどかった。まあしんどかったけど、腕よりはだいぶね造形が良くなりました。こちらも同じようにも塗装するんでグリーンの布を貼って、でスネパーツの
銀色の部分もつけて塗装しました。でもちろん装着するための後ろの部分はジッパーで、ああもういつの間にかできてる。さっき作っていた足首部分ですね、柔らかめので、足首部分はちょっと調節が難しかったんでマジックテープにしたけど、すんごいね、なんか合わなかった。サイズが後ろから見たら隙間がえげつないことになっています。で次足の方にファイズポインター用の接続パーツをつけるんですけど、一旦分解してナイロン製のベルトを取ってポインター接続部分だけにして、足にその形をとりあえずつけます。でつけた形に合わせて周りの土台部分なんかを作って、でこれ上下に四角い穴みたいなものを開けようとしているんですけど、これを使ってうまいことポインターの接続部分をくっつけています。こんな風にポインターのパーツで言ったら裏側のこのくぼみのところに形を合わせています。でくっつけた様子がこれ。これ別に接着剤とかでくっつけたわけじゃなくて、さっき分解してナイロンの紐は取っていたんですけど、その代わりにね、これゴム紐、ちょっと分かりにくいけどゴム紐の方を新たにつけまして、このまだついてないけどゴム紐同士にさらにマジックテープをつけて、それであのさっき開けた四角い穴からその紐を通すことで裏側からマジックテープで接続するようにしています。こちらも黒くなる部分にはグリーンの布を貼って、で塗装しました。そうしてできた足のパーツがこれ。これは割とうまくいった方だと思う。でちょっと見えにくいかもしれないけど、ほらこれ後ろのところ、この部分がよいしょ、マジックテープでちゃんとついてますからね。だからちゃんとまた分解したやつを組み立て直せば元のちゃんとした CSM の状態にも戻せます。これが右足部分で、これが左足部分。ポインターつく方とつかない方だからデザインが若干違っています。であとさらにこれ2枚の足首パーツ、これをそれぞれの下の部分に巻きつけて、後ろの部分はマジックテープで接続。これは一応ちゃんと両方つきますからね。これでスネパーツと足首の部分を合体させます。これでボディーアーマーの方は以上です。ただまだこれで終わりではなくて、次のこれ赤い合皮だね。1枚の合皮をこれ両側畳んで1本のラインにしてるんですけど、いろんな長さのラインを作ります。で作ったやつをはいこれ全身タイツに貼り付けて、一応これでフォトンストリームを再現してます。でこれ膝の方見てわかると思うんだけど、ここのところにマジックテープがついてるんで、これにさっきの膝当て部分をくっつけることができます。あ、言わなくてもちゃんとそれ用の写真撮ってましたわ。これ裏で貼っつけることができますよって。これで全身のパーツの作り方は以上です。結構長くなっちゃったけどね。ちなみにボディアーマーのギミックというか接続ね、写真で見せたようにこれ脇腹部分に見えるかな、分割線がついていて、これを引っ張るとよいしょ、わかるかな、これ磁石がついていて、磁石によって前後をこうやってカチッと結構頑丈に接続しています。でさっきの作業工程の方だと、これ肩の方もね同じように磁石でくっつけていたんですけど、最終的にここの部分も脇腹と同じでよいしょ、これ、ね、平らなマグネットをくっつけて接続しているんですけど、それだとねちょっとさすがに外れやすかったんで、この肩周りに関しては前後のパーツをゴム紐で接続しています。だからゴム紐なんで切る時だけなんかちょっとここ外して伸ばせば切れるっていう風にしています。まあ全体的にそうなんだけど、コンセプトとして僕一人で切れるっていうようにしてますからね。それでは一通り装備の紹介も終わったんで、反響すごいだろうな。ここ作り方の解説以上なんで、もうこちら着ていきましょう。今回は作り方の説明だけでだいぶ動画の尺取ってると思うんで、着るシーンは早送りでいきます。まあでも多分せっかくなんで着てるだけっていう動画も上げると思うんで、ね、よろしかったらそちらも見てみてください。まずはもうね服を脱いじゃいます。はい、そうするともう下の方にねちゃんとこれスーツ着てるんで大丈夫です。でもちろん上の方も、はい、全身というか、まあ、顔以外の部分なんで着てます。コツはお腹を引っ込めておくこと。さてまずは足の方だな。これで下半身は大体できた。手袋もつけて、最後にマスク。あ、できた。ができた。取れた。できた。切れました。一通り装備着てみたけど、やっぱりこれマスクの顎の部分ね、ここの装着が地味に難しい。そしてこれスーツ着るとかなり可動範囲が制限されます。次作るとしたら可動範囲もちゃんと考えないと。また顎取れた。一応足にこれもついてるしやってみるか。あんまもたもたしないよ。
こんな雑なピックあるかよ。いやー、動きにくい。スーツアクターの人大変だわ。はい、というわけでね、今回は3年かけてって言っても、まあ実働時間で言ったら半年ぐらいかな。冬とかになると寒いからっつって全く作業していなかったから、まあ、とりあえずようやく完成しましたファイズのガワコスの作り方と、あと装着の動画でしたけど、いかがだったでしょうか。まあ、一応これでようやく形にはできたんですけど、まあ、写真とか動画で見てみると、こうマスクの部分が結構でかかったりするからね、その辺もまたいろいろ改善したいなと思いますけど、またね、機会があったらなんか別のライダーとか、なんかジョジョのスタンドでもいいし、何かしらのコスプレーションまた作ってみたいと思います。あ、ちなみにチラチラずっと映ってるこれね、これは草間彌生さんの小さい人形です。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。